どうも、ラリー・ロキです。突然なんですけど、皆さん告白をされた経験はありますか？やっぱね、僕ぐらいになるとね、毎月告白、毎月じゃ少ないな、毎日でも少ないな、毎秒告白されてるんですけど、告白をされた回数で言ったら多分1万は超えてると思うんですけど、もちろん嘘です。ということでね、今回はそんな告白にまつわる動画の企画をやっていきたいと思います。よいしょ。みんな告白されたいか？告白したいか？告白されてる人が羨ましいか？数ヶ月前から僕のインスタのダイレクトメッセージに頻繁にメッセージを送ってくれる方がいるんですけど、まずはね、その内容を皆さんに紹介したいと思います。こちらでございます。いや、本当にこういう内容の DM を送ってくれる方にはいつも感謝しています。ありがとうございます。すごく元気をもらっています。その後もね、この方からメッセージたくさんいただいたんですけど、こっからがちょっと面白いの、それではね、どんどん紹介していきたいと思います。こちらでございます。いや、すごいありがたいんですけど、ありがたいんですけど、キャピキャピすぎんなんかちょっとキャピキャピすぎん。本当にリアルでもこんな感じのキャラクターなのかな。なんかたまにいるじゃん、メッセージでやり取りしてる時と実際に会った時で対応が違う人。この方はそういうタイプじゃないことを祈りたい。それからもね、同じようなダイレクトメッセージをたくさんいただいてたんですけど、ある日様子がおかしくなったんですよ。僕が異変を感じたダイレクトメッセージがこちらでございます。ちょっと前まであんなにキャピってたのに、突然こんな感じの DM が届いて心配になっちゃったんで、僕の方で返信を返しました。こちらでございます。どうしたの？何やらね、相談があるみたいなんでね、僕の方で返信を返しました。こちらでございます。おお、いいよ全然。いや、まさかの恋愛系の相談が来たんですけど、僕ちょっと恋愛に疎いので、そんな恋愛経験もないですし、人とまともに付き合ったこともないんで、ベタなアドバイスしかできないんですけど、こんな感じで返信を返しました。難しいな。でもやっぱり素直な気持ちを伝えるのが一番なんじゃないかな。はい、それに対して返ってきた返信がこちらでございます。実はね、いやいや、ドン引きはしないよ。まさかの好きな人が僕っていうね。いや、本当にありがたいんですけど、僕と付き合ってもいいことないし、幸せにしてあげられる自信がないので、こんな感じで返信を返させていただきました。こちらでございます。いやいや、ドン引きはしないよ。嬉しい、ありがとね。でも今は YouTube 頑張りたいから、彼女とか作るつもりないんだよね。だからごめんね。いや、本当に申し訳ないんですけどね、今は YouTube を頑張りたいんですよ。こうやってね、画面越しに応援してくださる方のために僕は今頑張りたいんですよ。そしたらですね、返ってきた返信が意外すぎた。それでは皆さんにお見せしたいと思います。こちらでございます。じゃあ彼氏だったら問題ないかな。さすがに俺もちょっと理解できなかったんで、こんな感じで返信を返しました。うん、彼氏どういうこと？私男だから、彼氏ならいいかなって。男の人だったおお。いや、別に男の人に好かれること自体は全然いいんですけど、いや俺てっきり女の子だと思ってたの。なんていうの、例えるとしたらコーラだと思ったらアイスコーヒーだったみたいな。いや、本当にそんな感じ。それに対して僕の返信がこちらでございます。男性の方だったの？やっぱドン引きしたよね。いや、ドン引きっていうか、てっきり女の子だと思ってたからびっくりしただけ。全然偏見とかはないよ。正直に話してくれてありがとね。いやね、実は僕の親友にも男の子なんだけど男の子が好きって友達がいるんで、全然別に偏見とかはないんですけど、ちょっとびっくりしたよね。だってあんなに可愛らしい DM だよ。女子力高すぎ。それに対して返ってきた返信がこちらでございます。ロクちゃん優しいね。私が好きになった時ある、やっぱりそっち系の気質あるよ。私と付き合ってよ。可愛いロキちゃんのことしっかり調教してあげるからね。いやー、興味なくはない。正直なところ興味なくはないんですけど、さすがにね、さすがに今の僕には早いなって思ったんで、こんな感じで返信を返しました。ごめんなさい、まだ僕にはそっちの世界は早いかもしれません。ここだけの話、正直そっちの趣味あるでしょ。可愛いお顔がおからにじみ出てるよ。こっちの世界に入るのに早いとか遅いとか関係ないの。大事なのは素直になる心。なんだろうな、この今まで感じたことのない安心感。マツコデラックスさんみたいな安心感があります。やっぱりね、僕も素直になる心を大事にしたいなって思ったんで、こんな感じで返信を返しました。わかりました、
ちゃんと素直になれます。僕はごめんなさい、やっぱまだ無理です。まだ無理だよ、まだ心の準備ができてない。それに対して返ってきた返信がこちらでございます。素直にいてくれてありがとうね。やっぱりロキちゃん優しいな。そっち系に目覚めたらいつでも連絡ちょうだいね。わかりました、近いうちに連絡させていただきます。